はい、ということで皆さんどうも、はい、お久しぶりです。こんにちは。どこでどの時間見てるか分かんないですからね。そうですね、ということでですね、ハミツアップ編集部のターザンババゾノです。ハミツアップ攻略班のタイガー桜井です。はい、ということで今日はですね、桜井、はい、さん来ましたね。来ましたね。これがこれですね。これが来ましたね、はい、ゴジラが。いや前回、いや前回やりました。やりました。結構ゴジラがむずいですよね。そうですね。そうなんですよ、はい、だからこれね、あのエクストラステージ行くんですよね。極みを濃昏するとエクストラステージに行くと、はい、で今回エクストラステージがなんと3種類デストロイヤー、ゴジラ、ヒートゴジラ、はい、この3種類なんですよね。だからそのまあ、エクストラを取りたいという人はこのエクストラを見越したパーティー編成をしておかないといけないわけですよね。はい、うん、まあ、なんで、まあ、我々ね、あの編成はですね、はい、今回水です。水ですね、はい、もうここぞとばかりに水入れてますね我々。まあこれでいけばね。そうですね、まあ、外眼はとりあえず等倍ですからね、はい、弱点とかじゃなくて有利でもない、はい、ただまあその後が結構、まあ、有利になることがあるということですね、まあ、そうですね、ね、デストロイヤーが火でヒートゴジラは火ですからね、これ2体分火ですから、はい、まあ、有利になるんじゃないかなっていうことで、でまあ重力バリアがちらほらっていうことで、そうですね、だからアンチ重力で、揃えておけばいいかなっていうところですね、はい、ダメージオールは頑張って避けるって感じですね、はい、そうですね、気合で、はい、根性で、避けましょう。じゃあ行きましょうかね。はい、さお願いします。お願いします。いやー外眼か。ゴジラの映画とか見たことあります？ないんですよ。え、ちょっと桜井さん、ちょっとね見たことないんですよ。マジですか、はい、僕普通に劇場でやってましたよまだ。本当ですか、ゴジラ対モスラが。だから今回、はい、あのバトラーって出るじゃないですか、はい、で僕がちょうど子供の時バトラーやってたんですよ、リアルタイムで。おお。だからちょっとバトラーは思い入れがあるんですよね。なるほどなるほど、ちょっともうどんな見た目かも分かんないですね。だからいや、はい、あれじゃないですか、ここから、はい、いやバトラーとか、はい、そのデストロイヤーとかってどんな、ね、あの感じなんだろうっていうふうに映画見てもいいじゃないですか。そうですね、これきっかけになるわけですよね。興味ありですね、はい、デストロイヤーってこんな感じだったんだみたいなのが分かりますからね、見れば。もしかしたらいいやつかもしれないですいいやつかもしれないし悪いやつかもしれないですからね、分かんないですからね、はい、ここに出てくる限りではね。そうなんです。パッと見悪いやつじゃないですか。パッと見大体怖い顔してますからね。そうなんですよ。だからぜひね、あの、まあ、ゴジラ見たことないよっていうね、あの皆さんは、まあ、これを見て、あ、ここに出てきたやつこいつだみたいなね、ことでね楽しんでもらいたいですね。さあとか言ってる間にね、もう我々、はい、害が舐めすぎですからね。まあ、とりあえずそうですね、ある程度パーティーが育ってれば、そうそうそう、外観自体はもうね、何の解説もしてないですけど、はい、まあとりあえず、出てくるのが確か火と水と闇なんですよ、敵が、はい、雑魚が。でちなみに外観が水属性だから、まあ、水属性に対してだから火属性を持ってきちゃうとエクストラで、まあ、デストロイヤーとヒートゴジラにやられちゃうって話なわけですよね。そうですね。だからまあ水とか、まあ、まあ闇もね、はい、基本的にあのエクストラの 闇はまあゴジラなわけですけど、まあ、その弱点とかにならないから、まあ、闇でもまあまあかなという感じですよね。さあ来ましたね、ガイガン。 HP が低いからね、もうゴリゴリ削られていくんですよね、もうね。そうですね。さあ、これちょっとじゃあ端っこ狙ってね、サクサクっと入っていきますよ、ね、あれですよね、スピクリちょっと難しいというか、なんかストライクショットを貯めるなきゃいけないのが嫌だ。あまあそれぐらいだったらもうサクッといきたいって話ですよね、はい、そうですね。とりあえずここはスピードクリアしなくてもしてもしなくてもあんま関係ないというか、そうですね、あのドロップで外眼落ちるのが結局ボスドロップだけだから、倒した時のね落ちるか落ちないかだけなんで、あんまりこう運枠とかって気にしなくても別にいいですもんね。そうですね。ただゴジ玉がいっぱい欲しい人はそのちゃんとストライクショットを貯めて、あの例えばその三色竜メカゴジラが欲しいとか、ね、モスラが欲しい、キングジドラが欲しいって方は、まあ、ゴジ玉をいっぱいゲットするためにね、まあ、ちょっとこう運枠入れときゃ結構落ちますよねこれね。そうですね、ちなみに僕前回ね運枠とかまだいなかった時代だったんで、はい、今回ボロクソ落ちますね。そうですよね、前回の効率倍以上。これびっくりするぐらい落ちてね、もうどんだけ引けんだっていうね感じですよ。もういっぱいラドン出ますよ。いやだから今回もね僕、うん、スペースゴジラとラドンいっぱい持ってますよ。どんだけ出るねんっていうぐらい出てますからね。さあじゃあね、
クリバタ様でガゴーンと。これ完全あれですね、イザナミ行くみたいなパーティーになってますね。確かにそうですね。まあそのまま使えますからね、ほぼね。そうですね、いやでもやっぱねナポレオンが強い、うん、さっきね1回だけ僕やりましたけどね、ゴジラ出たじゃないですか、はい、ゴジラを制したのはやっぱりナポレオンでしたね。なるほど、英雄でした。やっぱりやっぱ英雄でしたね、やっぱ強かった、うん、さあ、まあ、てかやっぱあれですね、あの打ち込む系のストライクショット強いですね。そうですね、うん、ナポレオン強いな。結構もうああいう系はとりあえずどんな場面でも打っとけばなんとかなるみたいなところがあるんで、うん、そうですね、大体敵がいっぱいいてもね、いなくてもフィニッシャーになるから、はい、それだけワンパンでね終わりますもんね。そうですね。さてガイガンが最終ゲージ、最終ゲージサクッと、全然ストライクショット溜まってないですねいやまあ途中がね簡単すぎますからね我々はもうね、さあもう別にこれガイガン狙いでねサクッといけちゃいますね。誰だ、あもうここは決めちゃいますか。お願いします。ストライクショットでね、刮目せよストライクショット。あのねこのオーディンのねストライクショットの名前が難しいで言えないっていう、ね、何でしたっけ、なんかゴッドなんとかかんとかみたいな、ね、そういう名前なんですけどね、もう言えないっていう、ね、噛みそうです、ね、さあ落ちました今、落ちてないですね、落ちてないですかね、はい、落ちなかったです。まあガイガンはね、まあ、結構周回が効くんでね、そうですね、まあ何回も回って取ってもらえればなと思いますね、はいということでいかがだったでしょうか、はい、ガイガン、はいね、まあ、結構手に入りやすいモンスターなんで、まあ、逆にガイガン育ててね他のモンスター倒しに行くとかっていうのも全然ありだと思いますよね、ということでいかがだったでしょうか、いつも通り桜井さんの上の方に登録ボタンがあるんで、はい、そっちからね、ファミツアップチャンネル気になる方は登録してみてください。そしてスマートフォンからご覧の方はこの辺に登録用の URL があるのでそちらからも登録してみてくださいね、ということで、はい、まだまだでもね本来はエクストラありますから、そうですね、次回はまあエクストラを楽しみにしてください、はい、ということですね、はい、ではまた次回、バイバイ、バイバイ。